森の東大名物の反対卵平湯温泉は、岐阜県高山市の奥飛騨温泉里にある温泉。暗号トンネルの開通により、松本方面への交通アクセスが大幅に向上し、また上高地及び乗り倉の二観光地のマイカー規制が始まったことにより、平湯温泉の駐車場に自動車を駐車し、ここから頻発されるシャトルバスに乗るという観光ルートが誕生した。 こうした大きな交通事情の変化で、平湯温泉は、人から観光交通の要所に位置する温泉地へと変貌しつつある。最近は、外国人観光客も訪れるようになっている。約40の源泉、毎分約1万3000リットルの輸出量を誇る。安房トンネル出口、平湯インターチェンジ付近の平湯バスターミナルより、国道158号安房峠方面に、 温泉街が広がる。平湯インターチェンジ側から温泉街に入ってくる。入り口には、日帰り入浴施設平湯の森の敷地に、森の灯台という灯台を模した建築物が存在する。灯台の下には足湯も存在する。共同浴場は4軒存在する。温泉街中心から少し離れた場所に、神の湯という平湯温泉発祥の露天風呂が存在する。上高地。 乗り倉岳へは、いずれもマイカー規制となっているため、それぞれ周辺地域に駐車場を整備し、路線バスまたはタクシーへ乗り換えなければならない。平井温泉は、両方への乗り換えのための駐車場が整備されている。なお、乗り倉岳マイカー規制を機に整備を始めた、乗りだ岳への登山道が2005年夏に完成した。以前は、平井大滝から谷沿いの登山道があったが、 途中崩落のため通行禁止になっていた。新しい登山道は、平湯温泉スキー場から尾根伝いに気郷が原までの9 6トルで、上り5時間、下り3時間半を要する。これで、上りは登山道を歩き、下りはバスといったことが可能になった。平家湯は戦国時代と言われる。山形正影軍が、平攻めの最中、 峠越えの疲労と洋だけの毒ガスにより疲弊していたところを白煙によって教えられた温泉に使って疲労を回復したという回遊伝説が残る。1964年6月11日国民保養温泉地に指定。国民保養温泉地の指定は奥飛田温泉里とは別に単独で指定されている11月19日に指定されている。ありがとうございます。